いや、最近何着てもいまいちしっくり来ないんだよな。40代に入ってからかな。これまでは似合ってたと思ってた服がしっくり来ないんだよな。でも何が悪いのかよくわかんなくて、服が悪いのか、それとも自分が年を取ったのか、あとは流行と合わないからなのか、まあちょっと自分ではよくわかんないから、誰かそのあたりわかりやすく教えてくれないかなと思ってる皆さん。 こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代で何を着ても似合わないと思った時のその原因と解決策について皆さんに徹底的に解説をしていきたいなと思っています。まあ、冒頭の小芝居にあったようなですね、悩みっていうのは結構ですね、たくさんの方が抱えている悩みかなと思うんですね。僕は個人向けのスタイリストとしてこれまで15年間ですね、おしゃれが苦手な男性と向き合ってきたんですね。で、僕のお客様っていうのは基本的に3 30 40代代後半かから40代の方がが多かったんですがやっぱりですね、冒頭にあった通り、なんか最近服が似合わないなとか、ファッションがしっくり来ないんだよなというですね、漠然とした悩みを抱えていて、それをですね、解決してほしいということで、僕のところにですね、声をかけていただくことが多いんですね。これなぜなのかというとですね、結構僕の中では明確だなと思っていまして、まあそういったお客様の着こなしを見てみるとですね、20代の頃の着こなしとほとんど変わってないんですね。これは 動画の中でもよくお伝えしてるんですが、誰もがですね、20代ぐらいの頃は、割とファッションが興味があって、まあ、いろんなこう流行だとか、その当時街にあるものをよく着ているわけなんですね。ですがやはり20代後半から結婚をしたいだとか、仕事が忙しくなったりして、ファッションに時間だとか、労力だとか、お金を投資することがあまりできなくなってしまって、そのままですね、ファッションが止まった状態で10年以上経って、30代の後半ぐらいから40代にかけて、 なんかこのファッションしっくり来ないなということで違和感が出始めるということは結構少なくないかなと思います。これはある意味仕方のないことだなと思っていまして、やはりですね、10年ぐらいの時間が経つと自分自身の見た目も変わりますよね。体型も変わったりだとか、肌の張り感だとかそういったものも変わります。あとは髪の毛のボリュームなんかも変わってきますし、雰囲気みたいなものも変わってくるんですね。そういった部分と20代後半に選んでいた服の雰囲気がうまくマッチしない ってことはすごくあるかなと思います。あとは流行もですね、やっぱりこう10年ぐらいのスパンで考えとかなり変化があるんですね。かつてはいけてたはずのですね、細身のシルエットが古臭くなってたりだとか、ちょっとストリート感の溢れるですね、ブランドを使ってたものがなんか合わなかったりだとか、ちょっとエッジの効いた百貨店ブランドを選んだものがなんかしっくりこなかったりだとか、まあこういった違和感っていうのはどうしてもですね、30代後半から40代には出やすいものなので、 まあこういった違和感を覚えたタイミングというのはこれまでのファッションを大きく変える変換期だと思っていただいた方が僕はいいんじゃないのかなと思いますまあ誰もがこういった違和感になんとなく気づいてるんですがここで2つの選択肢があるかなと思うんですねまあもう40代超えたしファッションとかそういったものはま特に気にせずにもう自由にやろうという形で諦めをつけてしまう方僕はこれはこれで全く問題はないと思うんですね誰もがおしゃれをする必要はないので別にファッションっていうところにそ そっちの方がかえって身軽かもしれないので僕はいいと思います一方でやっぱり自分らしい着こなしだとか今の自分に合った着こなしをして普段のファッションを楽しみたいという方もいらっしゃると思うんですねこういった思いの方こそですね今僕のチャンネルを見ていただいている方かなと思うんですがそういった場合には思い切って今まで買った服を断捨離して新しい今の自分に合うような服に買い替えた方が圧倒的にいいかなと思います ですが、その方法ですね。どうすれば、今の自分に合ったファッションだとか、見た目に変われるのか、何を着ても似合わないという状態から抜け出せるのか、このあたりの具体策がなかなかわからないかなと思うので、今回は順を追って解説をしていきたいなと思いますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということでここからは実際にですね、40代になってから何を着ても似合わないと思った時の解決方法について皆さんにご紹介したいなと思います。今回お話しする内容というのは僕自身ですね、個人向けスタイリストとして40代以降のお客様をスタイリングする際にかなり意識しているところなので、よかったら参考にしていただきたいなと思います。まず1点目なんですが、ヘアスタイルですね、これを変えてもらうのが一番手っ取り早いかなと思います。僕もですね、お客様をスタイリングする際に、まあ、事前にですね、その方 の写真をで、すね一枚送っていただくんですねで1枚の写真を見ると、大体どこに問題点があるのかって見えてくるんですね。ファッションそのものに問題があるのか、あとは顔周りの印象ですね。ヘアスタイルがちょっとこう今の雰囲気と合ってないのかとか、まあいろんな項目を見ていくんですが、まあ大体の方がですね、このヘアスタイルというところでつまずいてしまってるかなと思います。やはりもう男性っていつも同じようなヘアスタイルを同じお店でずっと続けてしまうんですね。なので気がつけばヘア ヘアスタイルが固定化されてててしまっていて今の自分に合わなかったり今の時代の雰囲気と合わなかったりということが少なくないんですねなのでファッションもすごく重要なんですがまずは土台となるヘアスタイルですねここがしっくりこないとどんなにオシャレにしてもなんか全体としての印象がまとまらないんですねなので僕もですねお客さんと一緒にお洋服を買いに行く前に美容室に行ってこのヘアスタイルにしてもらってきてくださいという形でお伝えすることも結構あった たりするんですね。そこのヘアスタイルの土台さえちゃんと整っていれば、あとはファッションでいくらでも見せ方は変えることができるんですが、このヘアスタイルってものすごく重要なので、まあ、是非皆さんもですね。見直していただきたいなと思っています。まあ、やっぱり40代になってくると大人っぽい雰囲気にもなりますし、あとは髪自体もちょっと細くなったりだとか、人によっては薄くなってきたりする場合も少なくないかなと思うんですね。まあ、そういう時にどういった？ヘアスタイルがよりフィットするのか？というところは超真剣に考えるべき項目だなと思っています。て ます。どのような土台の方でもベストアンサーはあると思うので美容師さんと一緒に相談しながら作っていくのがいいかなと思います、まあ、具体的にどういったヘアスタイルがいいのかというと、まあ、YouTube で40代メンズヘアスタイルと検索していただくといくつか参考になるようなものも出てくるかなと思うので概要欄にリンクを貼っておきたいなと思います、まあ、こういったものを参考にするのもいいと思いますしあとは僕の中では鉄板はソリマチタカさんだとかサッカー選手の鈴木啓太さんですねあとは星野源さんこの辺りの3名の方が 大人っぽいヘアスタイルをすするる際ににごく参考になるんですねですので、反町隆史ヘアスタイルみたいな形で検索をかけていただいて、その写真を携帯に保存して、美容師さんと相談をしながら決めていくのもいいと思いますし、鈴木恵太さんのヘアスタイルも結構いろんな事例が出てくるんですね。前髪を下ろしてるパターンもあれば、ちゃんとこう額を出してるパターンもあるんですけども、大人っぽくて清潔感のあるヘアスタイルをしているので、すごく参考になるかなと思います。あと、星野源さんも結構前髪を下ろしてるイメージが多かったんですが、 最近は結構中分けのスタイルが多かったでするので、大人世代には似合いやすい髪型が多いかなと思います。まあ、僕自身もですね、前髪を下ろしてるような時もあったりだとか、最近はちょっと中分けっぽいようなスタイルにしてたりだとか、まあ、いろんなヘアスタイルを変えるということをですね、定期的に行ってるんですね。 なので、ずっと固定化されたヘアスタイルをしているのではなくて、今の時代だとか、今の自分に合ったヘアスタイルをしっかりと考慮しながら、美容師さんと相談をして決めていくというのがいいんじゃないのかなと思います。あとは、髪のボリューム感とかが結構なくなっていくので、そういった場合にはパーマですね。僕もですね、実はパーマをですね、3ヶ月に一度ぐらいかけてるんですね。もともとは、めちゃくちゃ直毛のサラサラヘアなんですね。それも、10代、20代の頃は良かったんですが、やっぱり30 30代以降になってくるとボリューム感が出ないのでペタッとなってしまってなんか元気のない感じに見えてしまったので僕はパーマをですねよくかけるようになりましたそうすることで結構立体感が出たりだとかセットがしやすかったりするので僕は10代20代よりも本当に40代以降の方がパーマはうまく使ってあげた方がいいかなと思うんですね、まあ、クルンクルのパーマじゃなくて無造作で立体感のあるパーマみたいなものはすごくですね大人世代には似合いやすいのでぜひトライをしていただきたいなと思うんですねまずは 自分の今の雰囲気に合うヘアスタイルをですね美容師さんと一緒に見つけ出して変えるというところここを土台にしていただくだけでもう全く別人になるかなと思うのでまずはここから意識をしていただきたいなと思っています 続いて2点目がファッションになってくるんですが、まあ、ここはですね、いろんな項目があるんですけども、まず一つ、皆さんに最初にお伝えしたいのは、サイズ感を見直すということなんですね。これ、ものすごく重要なんですね。まあ、僕も動画の中でサイズ感の重要性ってお伝えしてるかなと思うんですが、サイズ感の正解って時代ごとに変わってくるんですね。もう本当にざっくりと言えば、ジャストサイズはいつの時代でも正解だったりするんです。だけども、今の時代においてタイトな シルエットはやっっぱり合わなくなくててきてるんですね一方で僕たち30代後半から40代の大人世代っていうのは若い頃にタイトシルエットがすごく流行った世代でもあるのでそのスタイルを今でも保ってる方多いかなと思うんですがこれがですねなかなか今の時代と合わないのと今の自分たちの体型に合わないっていうところがあるのでちょっと難しいなというのを僕自身は実感をしていますだけども色々とこう情報を調べていくと大人世代はタイトシルエットがいいんだだとかなるべくフィット感が あるるもものがががいいいいいんんんだととかかビッッグシルエットははは似合わなななってうううような情報が多いかなと思ででですすねそれも僕は理解はできるんですがただ、そういったサイズ感っていうところもアップデートしないと古臭くなってしまうんですね。ですので、基本的には40代以降の場合は、ジャストサイズからちょっとだけ緩めのサイズ感、このあたりをベースにしながら選んでいただくといいかなと思います。5年以上前に買ったタイトなシルレットのものは、僕は断捨離をした方がいいと思ってまして、適度なゆとりのあるものの方が、40代の大人世代にも似合いやすいと思うんですね。 特にちょっとぽっちゃりめの体型になった時にもジャストサイズもいいんですが少しゆとりを持たせてあげるだけで着痩せ効果もあったりするので個人的には少しゆるさがあるぐらいの方が大人世代にも似合いやすいかなと思うのでこのあたりのサイズ感というところをアップデートするのはすごく重要な項目になってくるかなと思います 僕も今シャツを着ていますが、かつてシャツと言ったら結構タイトなものが多かったんですね。僕もイタリア系のファッションが好きだった頃は結構ピチピチで体のラインが出るようなシャツをですね、第二ボタンぐらいまで開けながら着ていましたが、ちょっと今だとその感じはキザに見えてしまいますし、ちょっとピチピチになってしまうと清潔感みたいなところが漂いにくかったりするので、適度なゆとりは出してあげてもいいかなと思うので、今僕が着てるサイズも少しゆとりを持たせながら着ているんですね。痩せ型の方のであっても普通体 のののののの方方ででででもももちちょっとぼっっとととゃいいい体型の方でああてやややゆとり感のあるシャツというのはすすすごくですね大人世代にも似合いやすいのでこのサイズ感の常識をもう一回見直してみるというところですね。ここすごく重要になっていくので、タイトシルエットはちょっと一旦やめて、ジャストサイズからちょっとゆとりがあるサイズ感まで、このあたりを目安にしてもらうと、だいぶ雰囲気は変わるかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。 そして三つ目の項目なんですが、トレンドの考え方ですね。まあ、40代以降になったら、流行だとかトレンドとは距離を置けみたいなことを言う方も結構いらっしゃるかなと思うんですが、その考え方僕は正しいなと思うんですね。やっぱり大人世代になると、トレンド感満載な着こなしよりも、ベーシックを軸足に置いたようなスタイルの方が圧倒的に似合いやすいんですね。ですので、トレンドはもう無視してもいいという考え方もわかるんですが、ただ40代って昔の40代の方に比べると、結構最近は若々しい方も 増えてるんですねなので、ベーシックばっかり着るのではなくて、ある程度トレンド感っていうものも程よく混ぜ込んだ方が若々しく見えますし、今の空気感にも合うかなと思うので、このトレンド感っていうものを否定せずに程よく付き合うということが僕は重要かなと思っています。何も最先端のトレンドを追う必要なんか全くないんですね。先ほどお伝えしたサイズ感もかなりおっきめに振ってあるものもあったりするんですが、それは僕は避けておいた方がいいかなと思います。 あくまでジャストサイズからちょいゆるサイズぐらいというのが今のトレンド感をほんのりカバーできる範囲かなと思うのでこのあたりぐらいまで押さえておけばいいかなと思いますあとはアイテムに関してもですね例えば襟型もレギュラーカラーのシャツを選んでみるだとかあとは襟元スッキリとしているバンドカラーのシャツを選んでみるだとかあとは夏場だったらオープンカラーシャツを着てみるだとかこのようなアイテムというのはトレンドアイテムっていう感じよりは数年前からトレンドアイテムで今は徐々に ですね、トレンドから定番に近づいたようなちょうどトレンドと定番の間ぐらいのアイテムなんですねこれぐらいの半周遅れぐらいのトレンドを取り入れるぐらいで僕はちょうどいいのかなと思います、まあ、ユニクロだとか自由にも並んでいますしセレクトショップ行けば見当たるようなですねこのようなややトレンドアイテムみたいなものをうまく取り入れていただくことで若々しさも出せますし今の時代感にも合ってくるのでより皆さんに似合いやすい服というのが見つかりやすいかなと思うので、まあ、ぜひそのあたりもトライを してていいいたただきたいなと思っていますで、具体的に大人のちょいトレンドアイテムはどんなものなのかというと、それはですね、僕の普段の動画を見ていただければ、大体そこに答えはあるかなと思います。僕がこちらの YouTube チャンネルで発信してる内容というのは、ベーシックとトレンドを程よくミックスしたようなスタイルだとか、アイテムだったりするので、このチャンネルをチェックしていただければ、具体的なアイテムもわかるかなと思うので、そのあたりは過去の動画だとか、これからの動画を楽しみにしていただきたいなと思うんですね。まあ、具体的に、春だとか初夏に使えると どこで言うと、ちょっとゆとりのあるレギュラーカラーのシャツだとか、あとはオープンカラーシャツだとか、半袖のニットだとか、あとはブラック系の少しゆとりのあるボトムスだとか、白系のレザースニーカーだとか、このあたりのアイテムというのは、おしゃれクロートの方からすると、まあ、正直退屈に感じるかなと思うんですね。もっとエッジの効いた着こなしがしたいという方もいらっしゃるかなと思うんですが、このあたりのアイテムを清潔感を持って着るだけでも、結構大人世代は素敵な着こなしだとか、人との差別化はできるかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、このあたりの服をですね。 ながら今の自分に似合うスタイルというところを探っていただくといいんじゃないのかなと思っています。 はい、続いて4点目なんですが、カジュアルな着こなしよりも、ちょっと綺麗めを意識するということですね。これもすごく重要なんですね。結構40代以降の大人の男性の着こなしを見ていると、全身カジュアルな方が多かったりするんですね。パーカーだとか、ちょっとこうチェック柄のシャツだとか、あとはデニムだとか、血のパン、このあたりのカジュアルなボトムスですね。それにショルダーバッグだとか、まあ、スニーカーに関してもランニングシューズみたいな、結構機能性抜群のものを履いている方も多かったりするので、全身アイテムはカジュアルな方向、 に触れている方は少なくないかなくかと思うんですねあとは、おしゃれが好きな方であっても、ちょっとこう、ストリート系のブランドで固めてあったりだとか、サイズ感ちょっとダボダボだったりだとか、古着を中心にした着こなしだとか、そういった形のカジュアルな方向性のみだと、結構大人世代だと、清潔感が出なかったりだとか、だらしなさというところが先行してしまうので、なかなかですね、似合いづらかったりするんですね。なので、40代の大人世代になったら、ちょっと綺麗めな方向に振ってあげた方が、ファッションというのはフィットしやすいというところを頭の方 片隅に置いとといいいておくくととすすごのかなと思います例えば具体的なアイテムで言うと、先ほどもお伝えしましたが、シャツ系のアイテムというのは鉄板で似合いやすいと思います。僕もシャツというアイテムが大好きで、T シャツの上にさらえて着るような形で、ほぼ年間着てるんですね。夏だったら半袖のオープンカラーシャツとかでもいいと思いますし、春だとか秋だったら長袖シャツ、冬もですね、長袖シャツに重ね着をする形で、襟のついたシャツというものを持っておくのもすごくいいと思いますし、あとは丸首のニット、このあたりも鉄板だと思います。 で、ボトムスもデニムだとかチノパンもいいんですが、センタープレスの効いたようなスラックス見えするようなボトムスですね。ブラックのパンツだとかグレー系のパンツ、あとは清潔感が抜群に漂うようなホワイト系のデニムだとか、ちょっと綺麗な見え方するようなものを揃えていただくと、それだけでもだいぶ雰囲気は変わってくるかなと思います。なんか服が似合わないと思った時には、この綺麗めなアイテムを増やしていくということがすごく重要になってくるんですね。もうカジュアルめのアイテムはすでにたくさん持ってると思いますし、それらのアイテム アイテムにちょっと綺麗めなアイテムが加わるだけでだいぶですねワードローブも充実してくるかなと思いますし皆さんの年齢だとか雰囲気にも似合いやすくなってくるかなと思うのでやや綺麗めなアイテム選びというところはぜひ頭の片隅に置いていただきたいなと思っています はい、続いてラスト5点目の項目なんですが、これまで使っていたお店やブランドをもう一度見直すということなんですね。これも結構重要度が高いかなと思います。まあ、20代後半から30代前半に使っていたブランド今でもずっと継続して使っているという方は少なくないかなと思うんですが、まあ、40代になったらもう一度見直してみるとすごくバランスがいいかなと思います。で、先ほどお伝えしましたが、40代になってからは、まあ、そこまで流行というのを思いっきり取り入れる必要はないんですね。ただ程よい取り トレンド感は取り入れつつも大人っぽく見えるる服が置いてあるお店このあたりを理解しておくといいかなと思うんですが、もちろんユニクロとか無印良品だとかグローバルワークもいいんですが、40代以降の大人世代であれば、もう少し価格帯を上げたようなセレクトショップのオリジナルですね。このあたりが僕の中では結構最強感があるなぁと思ってるんですね。 価格帯も高すぎないし、デザインもそこまで癖が強くないので、割と大人世代に使いやすいものが多いんですね。で、トレンド感で言っても、ユニクロとか無重視用品よりももう少しトレンド感しっかりとしていますし、なおかつ着ていて気分が上がるような人との違いも出せるというところも含めて、40代以降にはセレクトショップのオリジナルはすごく使いやすいかなと思うんですね。まあ、具体的には僕のチャンネルでよく出てくるようなグリーンレーベルだとか、417エディフィスだとか、 アーバンリサーチだとか、あとはセレクトショップではないですが、プラステだとか、このあたりも使いやすいかなと思います。大体いいこのあたりのブランドというのは、価格帯そんなに大きく違わないんですね。GU があって、ユニクロがあって、グローバルワークがあって、そしてその上ぐらいに来るのが、今ご紹介したセレクトショップのオリジナルの中でも、比較的価格帯がリーズナブルな方ですね。このあたりをうまく使っていただくと、40代の大人世代には似合いやすいのかなと思っています。服の量もですね、いっぱいは必要 ないんですよ20代ぐらいのコであればトレンド感を意識しながらまあ、GU の服とかを色々と着回したりだとかバリエーションを持ちながら日々の着こなしを楽しむというのがいいかなと思うんですがまあ、40代以降になってそこまでですねバリバリにファッション頑張る方は多くないかなと思うんですねある程度決められた服の量でいいので自分の気分が上がるものをコツコツと揃えることも大事だったりするので40代以降になってきた時にユニクロ無印グローバルワークもある程度使いながらもセレクトショップのオリジナルを うまくミックスするとすごくバランスがいいかなと思うので、このあたりのお店だとかブランド選びももう一度見直していただくとバランスが取りやすいのかなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では40代入ってから何か服が似合わないと思った時の解決方法について皆さんにですね、なるべく丁寧にお伝えさせていただきました。僕もですね、個人向けスタイリストとしてこれまでですね、15年間いろんなおしゃれの悩みを抱えている男性に向き合ってですね、ファッションの改善を行ってきたわけなんですが、まあ、今回お伝えした項目を丁寧に踏んでいけば、かなりですね、自分だけでもこの問題解決にアプローチができるかなと思うんですね。まあ僕らのような個人向けスタイリストに依頼すれば 1> 1日ででで理想的なななスタイルを手に入れることもできなくはないんですがやっぱり自分の中にちゃんと知識だとかノウハウがあった状態で服選びができたりヘアスタイルを調整できたりそういった方が持続性はあるかなと思うんですね毎回個人向けのスタイリストに依頼してるとそれまたお金もかかってしまいますし手間もかかるので自分自身で物を選べるということはすごく重要だと思ってるんですねだからこそ僕は YouTube でこういった発信を皆さんにしてるわけなんですが皆さんにとってのスタイリストは自分自身でまずは会っていただきたい と思うので、まあ、今回のの内容でですすすねかかかっっったたららら参考ししなながら自分のファッションを40代から改めててて見直すきけけにしていいだければなと思っていますで今回お伝えした項目もすごく重要なんですが、最後にもう一つだけ裏技をお伝えしたいなと思ってるんですね。ある程度ベーシックかつほんのりトレンド感のあるスタイルというところが作れたら、そこからはちょっとしたアクセントを取り入れてあげると、さらにオシャレ感が出しやすかったりするので、そんな時に一つあるといいのが、僕はメガネとか時計だとか、 小物かななとと思思っっってててるるんんんでですすすねね特にににメガネってすごく重重要要だ番最初にヘアスタイルをを皆さんに重要性をお伝えしましまたがやっぱり顔周りの印象ってすごく重要なんですね。で、顔がちょっと薄い方だとか、あとは髪の毛がちょっとですね、ボリューム感がなくなったりだとか、薄くなってしまった時には、顔周りのインパクトを強めてあげた方がバランスがいいかなと思ってまして、そんな時にこういったメガネが1個あるとすごく便利なんですね。なので僕もですね、スタイリングの際に、 まあ同様な悩みをお持ちの方には結構メガネをお勧めすることが多いんですね。ちょっとかけてみますね。僕も普段の動画の中でスタイリング事例をご紹介することがありますよね。まあ、そんな時にメガネをかけてるバージョンとかけてないバージョンがあるかなと思います。これどういった違いがあるのかというと着こなしが結構ベーシックでちょっと退屈だなと感じる時に顔周りにこういったメガネを持ってくることでちょっとしたアクセントをつけるようにしてるんですね。なんかこのメガネがあるだけでちょっとしたオシャレ感みたいなところが演出できるので 40代以降の大人の男性にとってこのようなメガネというのは結構ですね、便利な小物になってくるかなと思います。 今は僕は黒縁のですね、サイドがこういったゴールド系のですね、パーツが付けられているようなメガネをかけていますが、こういったもの、先日ゾフさんにお邪魔した時の動画にもあるかなと思うので、そちらの動画を見ながらですね、選んでいただくといいかなと思うんですが、顔前の良いアクセントになるので、こういったものもうまく使っていただくのがいいかなと思います。あとは時計とかも別になくても時間わかるじゃないですか。だけども時計を入れることで、ちょっとしたアクセントになりますし、違いが出せるんですね。あとはバングルも1個ぐらい付けてあげる ちょっっとととしたおしゃれ感っていううころは手軽に出せるかなと思うのでまあ、そういった裏技も含めて、よかったら参考にしていただければなと思っています。まあ、これからもですね、こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの基本、なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、まあ、普段の動画の中では、なかなかお伝えできないような、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で、詳しめに解説をしていますので、気になる方は、こちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただ いいた,きたいなと思っています以上、スターリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。